どうも、大元帥です。今日はですね、タレコミ動画になります。タレコミ動画をくれたのは、奈良地区ですね。タレコミ動画ありがとうございますと。でね、皆様の、素晴らしいタレコミ動画もね、僕のツイッターの DM でお持ちしておりますので、よかったらね、タレコミ動画の方、お願いいたしますと。でね、この試合なんですけれども、この投稿者のね、奈良地君は、この X2 を使っているんですけれども、今日の主役はね、相手の X1 君です。何やら名前がサブか星星ってなってるんですけど、なかなかね、少しね、香ばしい名前なんですけれども、見ていきましょうかね。で、X1 と X2 が生成を繰り広げていますね。まさしくジハードといったところか、キンケドゥと頭ザビーネが生成を繰り広げている、まさにジハード。さあ、ジハードを繰り広げていますが、ゼロマル君が何やら邪魔しに来ましたね。で、前ブーして突っ込んできたので、ここでサブを当てて格闘で痛いダメージを取っていく。で、X1 君が来ましたが、何やら空振りしてましたね。なんか空中でダンスを踊っていたように見えましたが、いいでしょう。まあいいでしょう。くる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 ってなんかおしゃれなね、ダンスを踊っていたような気がしたんですけれども、で、X1 君が詰めていってゲロビを育っていて、ちょっと踏んだり蹴ったりですね、X1 君。で、ここでゼロマルが下がっていますが、X1 君が爆散していく。何もしてなくて爆散してしまったがどうなる。あった、X マーク、あれ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 、なぜか X マークが継承している。幸福のシャークなんか、キンケドゥ君が闇落ちしてしまったか。さてどうする。キンケドゥナウナウ、どうしたんですか。ナウキンケドゥナウナウ、ああ X マークが散歩している。しかしゲロビは当たりたくないと言った。プライドも肥大化している。死ぬなら相方が死ねーの精神ですね。素晴らしいゲームです。はい、神ゲーです。いいですね。なんかね、いつもね、こういう捨てゲー見るんですけれども、絶対に自分は食らいたくないっていう鋼のプライドの高さを感じるのがいい、素晴らしいですね。そしてシャクリ、平和望む心。お前拡大すな、拡大しなくていいよ、拡大しちゃけたらしなくていいよ、といったところで見ていきますかね。次はね、サブカックンですね。素晴らしい X1 を見ていきましょう。皆様もね、X1 を使う参考にしてくれたら幸いですと。でね、相手が X2 なんで、ま、このジハードを制していきたいところなんですけど、ブーイスト確かくとあって、何やら、何やら相打ちになりましたね。何当たったんだろう、あれ。格闘棒が相打ちになったんかな。で、マント同士、突っ込んでいきますか。横サブを当てて、あれ、あれ、横サブ当てて、ずっと相打ちしてんな。ずっと相打ちしているのが気になりますが、まあいいでしょう。で、相方の X2 君をカットしに行くが、くるくるくると何やら不穏なダンスを踊って盾を仕込んでいくが、ダウンを奪われていく。すべてが噛み合っていない模様で、X2 君に強襲しかけないか、オーバーヒーで取られてしまう。了解です、打っていく。了解です、了解です。はいはい、了解です。で、前ブーして自殺して、了解です。覚醒履いてないです。覚醒まだ履かないんですか。覚醒履かずに捨てゲをしていく。リザルトシャゲダンじゃなくて、これ多分、相方にキルカメラシャゲダンしてましたね。はい。覚醒も吐かずに格闘技で捨てゲー。これはもうひどい。そして俺はゲロビは食らわねえぞっていう鋼の意志を残して試合終了。あまりにも敬意に溢れた試合ですね。素晴らしい。素晴らしい。というわけで最後の試合なんですけど、まあおまけですね。けなげにも最後まで頑張ったゼロマル君の視点をご覧くださいと。でね、まあ、ゼロマル君、まあ、みんなね、頑張っていたんですけれども、ゼロマル君のね、最後まで、了解ですよ、送られても、けなげに頑張っていましたね。こういうね、プレイヤーはね、ガンダム界の光といったところだが、さてどうする。メイン格闘スカッたら、なんか、メイン格闘スカッって言ってましたね。なんか、手裏剣を当ててダウンを奪っていくが、カットは間に合わず、で、ここで NTD になっても、忍刀道か。忍刀道になって X2 に強襲をしていきますが、ダメですね。X2 にマントにはばかれて、ここでサブ当たって格闘を食らってしまうが、で、相方がカットに来ていましたが、くるくるくるとダンスをしてしまって空振ってしまった様子。で、デスティニー君も前ブーをしてきて挟まれてペチペチペチと痛そうですね。で、ここで、了解です。送られていて不穏な空気を察していますが、了解です。送られていてって覚醒をして頑張っていきたいところだが、デスティニー君に詰められていく。冷静に詰めてくる。デスティニー君。
でここで交代しますを送られて了解ですも鳴り止まないところが格闘当ててワンチャンスを掴んでいきたいが相方くんは捨て芸してるんですがとかなんとかデッセに落としていくあかんってかわいそうなんだゼロ丸くん